いや、なんか豪華な部屋だな。それは謁見の間だもの。うひょ。うひょ。か、金目のものがたくさんだ。こら、目を輝かせないで。将軍が来るわよ。わしが将軍時宗じゃ。してそち、ロンドンの姫じゃったかな？はい、お初にお目にかかります。私はロンドンシティ第16代国王カリバンが第一王女か。ああ、よいよい。名前なんぞ別に興味ないわ。何しに参った？京都城にもデビルゴーレムが現れたと聞きまして、一つはその時の様子を伺いたかったこと、そしてロンドンシティと京都シティの協力体制を整え、共にデビルゴーレムに当たるべく。ブレクシャイ！ハワオカメ。は、ちり紙をお持ちいたしました。チーンなさいませ。うん。何だったかの？ですから、デビルゴーレムか。おお、その話か。まったく厄介事を増やしてくれたものじゃのう。は？各シティは代々デビルゴーレムを封じることを務めとしてきた。それが炎帝を使いこなすこともできず、ロンドンシティは壊滅一歩手前まで行ったそうではないか。我がシティのデビルゴーレム宰相はきっちり管理されておるから、暴走など考えられぬがな。それはクイーン・オブ・アイスを止めるため。カリバン王も猛録したということかの。あ、その上後継者がこの小娘ではな。自らのシティも救えず、
跡継ぎも育てられずではとんだ負け犬じゃの。カリン様、どうかここは。分かってるわ、分かってるけど。なんじゃその目は。いいえ、何も。そちのところと違い、我が京都は何があろうと安泰じゃ。軍備を整えるために税もガツンと上げたし。徴兵もバリバリと行っておるしな。なんじゃさやか。いえ、なんでもございませぬ。なら黙っとれ、このグズが。まあともかく京都シティは安泰じゃ。それに宰相がよみがえれば、あんな氷のデビルゴーレム謎は。宰相が蘇れば。おい白たぬき、宰相が蘇ればってどういうことだ。なんじゃこの無礼な小僧は。措置なぞに宰相のことを語る義理はないわ。さやか、何故このような無礼者を連れてまいった。それは。まったく、本当に措置は役立たずじゃの。措置の父親もちっとも役に立たず、文句ばかり言ってしまいには出奔しおるし、まったく役立たずの一族が。おい、さっきから聞いてれば。おやめください、アツマ殿。でも私のことならば良いのです。なんじゃなんじゃ、何をごにょごにょ言うておる。まったく不愉快な奴らだ。ロンドンの姫の一行でなければ手打ちにしておるところだぞ。目障りじゃ、ここから出て行け。無か。かな。なりません、カリン様。わかりました。では、これで失礼いたします。おお、帰れ帰れ、さっさと帰るがよい。本当、
私なんて途中で銃をぶっ放しかけたわ。それに自分の家臣に向かってあの態度って、さやかさんがかわいそうだわ。って、あれ、さやかさんはまだ中だ。ふん、何してるんだろう。さあね、あの白たぬきをぶった切ってるんじゃないかしら。あ、戻ってきたみたいよ。皆さん、申し訳ありません。時宗様は興奮すると少し。興奮するととか関係ないと思うけど。そうね。申し訳ございません。ところでカリン様、結局修験場のこと聞かずじまいだったのでは。あ、本当だわ。修験場に入るための許可をもらわないといけないんだった。そのことですが、今ちょうど伺ってきたところです。あ、本当に？さやかさん偉い。で、なんて？知るか好きにせよとの仰せでした。ああ、そう。修験場に入るための鍵は京都市庭にあるお寺の中に安置されているそうです。はあ、それって勝手に取ってもいいのかな。好きにせよって言ってるんだからいいに決まってるじゃない。そうそう。で、その寺とはどこにあるのだ。寺は京都シティの大通りから南の方へ伸びる脇道に入ったところにございます。ご案内できればよいのですが、あいにく私は時宗様の好物の白玉きなこ宇治フラッペを購入してくるようにと仰せつかっておりますゆえ、これにて失礼を。言っちゃった。ねえ、ライガ。何でしょう。去り際のさやかさんのあの目を見た。家臣にあんな悲しい目をさせるなんて、今の将軍最低だと思う。御意。まったく、どいつもこいつも役立たずばかりじゃ。みんなわしの足を引っ張りおって。わしのことを理解してくれるのは最初お主だけじゃ。エーテルがたまったら蘇らせてやるからな。その時は魔導器も隠し場所から取り出さねばな。時宗様。誰じゃ。驚かせてしまいましたかな。なんじゃ、おぼろか。脅かすな。時宗様、あの者たちが修験場に行くことを許したと聞きましたが。
ん、それが何じゃ。よろしいのですか。修験場の頂上に最小の社があるのですぞ。はっ、そうかそうかそうか、そうじゃったな。わしとしたことが抜かったわ。何か言うたか。 いえ、それより奴らの始末、拙者に任せていただいてもよろしいですかな。おうおう、任せた任せた、よしなにな。そうおっしゃられると思い、すでに手の者を向かわせております。ではこれで。とにかく今は。さやかさんのこと気に病んでいても仕方がないわ。修験場へ行くためにお寺に鍵を取りに行きましょう。寺は大通りから南に入ったところにあるということでしたな。うん、じゃあ行こうか。
ってここみたいね。なんだか錆びれたところにあるわね。中入るか。ああ、私は外で待ってるわ。蜘蛛の巣とか張ってそうだもん。バッカだな。こういう古いところには意外と金目のものがあるのに。いや、私別に金目のものとか興味ないし。カリンは待ってて、すぐに取ってくるからさ。お邪魔しますよと。なんか本当に蜘蛛の巣だらけね。ほんで鍵はどこかな。台座に乗ってるのがそうじゃない？お、本当だ。取っちゃっていいのかな？将軍が好きにしろと言ったのだ。さて、そんじゃさっさと外に出るか。姫、カリンよ。く、抜かった。急ぐぞ、アツマ。悪いが、この女の身は預からせてもらうぞ。カリン！てめえら、カリンに何をしやがった！ふん、案ずるな。殺しはせぬ。薬で眠ってもらっているだけだ。貴様ら、カリン様から手を離せ。さもなくば切る。近寄るな。近寄ればこの女の首が飛ぶことになる。何よこいつら、マンモス卑怯者じゃ。何とでも言うがいい。さらばだ。カリン、くそ。
逃げやがった。追うぞ。通すわけにはいかぬな。忍びの掟に従い、貴様らを殺す。何よこいつら、邪魔ね。蹴散らすぞ。よう。くらえ。はっ。うん。あ、ありがとう。